アンジェイ・パヌフニクサーアンジェイ・パヌフニクは、ポーランド出身の作曲家、ピアニスト、指揮者。娘は作曲家の六三なパヌフニク、ワルシャワ生まれ。1932年から1936年まで、ワルシャワ、パリ、ウィーンの音楽院に学ぶ。ウィーン時代には、日本の音楽家、小高久田だと交際があった。第二次世界大戦中には、ワルシャワにいて、 コンサートを開く仲間たちの中に加わった。またカフェでビトルト・ルトスワフスキと連弾を行ってもいる。ルトスワフスキの作品中現在よく演奏されるパガニーニの主題による変奏曲も彼らによって演奏された。戦後はワルシャワとクラクフの交響楽団での活動に加え多くの国で活動した。ポーランド人民共和国がパヌフニクの作品の 出版と演奏を禁止する命令を出したことにより、1954年にポーランドを離れ、イギリスに移住した。1957年から1959年まで、バーミンガム市公共楽団の音楽監督を務めた。1991年、ナイトの称号を贈られる。同年、ロンドンのトゥイッケナムで死去した。パヌフニクの代表作としては10曲の公共曲がまず、 挙げられるが、他にも弦楽史重奏曲や競争曲も作曲している。最も有名なものの一つに、カチンの犠牲者のためにがあるが、当時カティンの森事件は、ナチスの単独犯行と見られており、ファシズムへの継承としてこの作品が書かれた。後の研究の結果、ヨシフ・スターリンの下した内部粛清であったことが明らかにされたが、その時点でパヌフ肉はなくなっている。 パヌフニク没後、若手作曲家の育成を目的として、国際アンジェイパヌフニク作曲コンクールが4回、開かれ、アガタ・ズベル、キー、ヨンチョン、ドミニック・カルスキ、ガブリエル・パレヨン、アタナシア・ツノー、ジャクブ・サルーアスなどの個性派作曲家をこのコンクールから、輩出した。ありがとうございます。